ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は初国白須天皇の謎について解説するぜ。よろしく。現在では日本の象徴とされている皇室は、世界で類を見ない古い歴史を持っているのは知っていると思う。ギネスブックに載ってるくらいなんだもんね。その通り、皇室は現存する世界最古の王家としてギネス登録されているんだ。天皇って呼称が生まれたのは7世紀後半。古来日本では大和王権の首長王君と呼ばれていた。大王じゃないのね。それが、第40代天武天皇か第41代持統天皇の時代から天皇って呼称が使われ始めたんだ。現在では、天武天皇より前の歴代の王君も、天皇って呼称が使われているけどな。さて、ここで霊夢に問題だ。王君と天皇の血脈をずっと遡っていって、一番最初に即位した人物は誰だか知っているか？もちろん知ってるわよ。初代天皇は神武天皇でしょ？その通りだぜ。古事記日本書紀によると、地上を治めるために高間ヶ原から降りてきた二荷の御事のひ孫で、日本国を建国したとされている人物だな。建国って、どういうタイミングで日本ができましたってなるの？それじゃ、サクサクっと建国までの流れを説明しよう。神武天皇は紀元前711年に現在の宮崎県日向国で生まれている。45歳で兄や子供と共に大和国を目指し統制を開始、長曽根彦や八曽武、土雲との数々の戦いの末、地上を制したんだ。そして、紀元前660年2月11日に現在の奈良県に都をうねび橿原の宮を築くと、第一代天皇に即位する。これが日本国の建国とされているんだ。それで、2月11日は建国記念日で休みなんだね。その後、即位から76年経って、127歳で亡くなっているぜ。随分と長生きしたわね。現代でもそこまで長寿の人って珍しいわよ。さて、この神武天皇という名称は、8世紀後半に先進されたものなんだけど、神武天皇という名称の他にも、数々の名称の表記が存在しているんだ。どんな名前があるの？例えば、古事記では神山と言われ彦の尊や彦頬で美の尊と表記されている。日本書紀では初国白須女尊と記載されているんだ。今回はその中でも、初国白須女尊に注目していきたいと思うぜ。漢字だけ見ると意味がわからないけど、カタカナで見る限り、初めて国を知らしめた天皇ってことかしら？いや、初めて国を治めた天皇って意味だな。なるほど、日本を建国した天皇にふさわしい名前よね。でも、困ったことにもう一人初国白須女尊って名前の天皇がいるんだ。初めて国を治めた天皇が二人いるってどういうこと？初めての人って、大体一人しかいないはずなんだけど、まさか同時に治めた天皇がいた？いや、神武天皇より、ちょっと後に即位する天皇なんだ。神武天皇以後、2代から9代天皇にかけて、系譜的記述があるだけで、神武天皇のような物語が記されていない。そのせいで、彼らは決死8代って呼ばれ神武天皇を含め、9代までは存在性が強く疑われているぜ。いなかったかもしれないのか。それが、第10代崇神天皇になると、急に記事が増えないようが具体的に記されるようになるんだ。日本書紀によると、崇神天皇は内政や祭祀軍事など、大和王権の基盤を整備したと記されている。この崇神天皇が、もう一人の初国白須女尊なんだぜ。順番的に初めてじゃなくて、二番目に国を治めた天皇って名前じゃないとおかしいわね。しかも、神武天皇とは読み方は同じなのに漢字が違わない？そうなんだ。しかも崇神天皇は日本書紀と古事記とでもこのように漢字が異なっている。日本書紀、初国白須女尊。古事記初国白須女尊。どうして、二人の天皇が、漢字は違っても同じ名前が付けられているのかしら？もしかして神武天皇と崇神天皇って同一人物だったりする？どうして初国白須女尊が二人存在するのか諸説あるんだぜ。同一人物説もそのうちの一つだな。同一人物説以外にどんな説があるの？それじゃ、ここからは初国白須女尊に関する、いくつもの説を紹介していくぜ。まずは騎馬民族征服王朝説だ。古事記日本書紀に記された神々の系譜はアマテラス大御神からと、スサノオノミコトからとに分かれている。最初の神武天皇はアマテラスの子孫よね？その通りだな。アマテラスから雨の牛込みのミコトが生まれ、その子が天孫降臨を行った二荷のミコト。さらにその子がウガヤ吹き合わせずのミコトで、さらにその子が神武天皇だ。この系譜に属する神様はアマツ神と呼ばれ地上を制圧し平定しているぜ。国譲りの神話だね。一方のスサノオはアマテラスの弟だから、本来ならばアマツカミのグループに属しているはず。でも、乱暴狼藉を働いたせいで高間ヶ原を追い出されてアマツカミから外されているんだ。アマテラスを困らせて、岩屋に引きこもらせちゃったりね。そして、スサノオのこの大国主から始まる神様は国津神に属している。国津神は制圧されて平定される側だな。
大国主って言うと、稲葉の白ウサギでも有名な神様だよね。この神々の伝承が現実の歴史に関わっているなら天津神は征服民、国津神は土着の民ってことになる。本当にあった人間が人間を征服したって話を神様に置き換えて神話にしたってこと？そういうことだな。こうした考えをもとに生まれたのが騎馬民族征服王朝説だ。騎馬民族？どこの？4世紀の初めに、大陸から騎馬民族が朝鮮半島を経てきた九州にやってきたんだ。彼らは5世紀の初めに畿内に大和王権を樹立した。その騎馬民族の子孫の中に天皇家の元祖もいたって説だ。それがどう初国知らすすめらみことに関係あるの？神武天皇に征服された旧王朝の王、スジン天皇は大陸からやってきた新王朝の初代天皇に位置づけるんだ。すると、神武天皇もスジン天皇も、初めて国を治めた天皇って呼ばれるようになったってことだな。古い国と新しい国で、それぞれ初めて治めた天皇ってことか。それなら二人いることが、なんとなく納得できるわね。ただ、大陸から騎馬民族が日本へ行き征服したって大ニュースな割にどの歴史書にも記載がないんだ。しかも、中国の歴史書には紀元前1世紀から7世紀にかけて、日本にはの呼称を使っている。もし、途中で大陸の人間によって国が変わったなら違う名称を使っただろうな。確かにそうよね。それに、古墳で発掘された品々が、騎馬民族のものとは違うから、文化的な断絶が見られない。こうした理由から騎馬民族征服王朝説を否定する意見が多いな。ちなみに、この説によると、第15代王神天皇も北九州からやってきた騎馬民族の子孫で、彼によって2回目の建国がなされたそうだぜ。何度か王朝の入れ替えがあったってことだね。面白いお話ではあるわ。さっき霊夢が話した同一人物説のように、そもそも神武天皇は存在しなかったって説もある。神武天皇だけじゃなく、その後の結氏8代も含めて架空の人物ってことだな。後付けの歴史ってこと？そうなんだ。初代天皇は崇神天皇で、神武天皇と崇神天皇の二人に分け、さらにその間に結氏8代を挟む。こうして、皇室により古い歴史を持たせ、新生も加えたんだ。この過程で、神武天皇と崇神天皇に同じ故障が残ってしまったって説だぜ。そこをちゃんとしないから、後の時代の人が首をかしげる羽目になったわけね。でもそうなると、神武天皇が行った統制とかもなかったことになるの？いや、なかったんじゃなくて、統制を行ったのが崇神天皇なんだ。日本書紀には神武天皇は統制の後、天皇に即位したって記されているんだ。ところが、その後の統治の実績の記述がほとんどない。一方の崇神天皇に関する記述は即位後の実績がほとんどで、即位の経緯が書かれていないんだ。ってことは、崇神天皇の即位前の出来事を切り取って神武天皇って創作したキャラに与えたってこと？ああ、一人の天皇の経歴を分割したんだろうな。その間の結氏8代の記述がほとんどないのは、系譜を埋めるためだけに存在してるってことになるよな。天皇には長い歴史がありますよって示したかったのね。それにしても、故障はわざと残したのかな、それとも、うっかり残っちゃったのかな。後者だったら、日本書紀を編纂した人の確認ミスよね。単に崇神天皇が国家の基盤を固めたことから、初めて国を治めた天皇って名前が付けられたって説もある。崇神天皇が大陸から来たわけでもなく、神武天皇が実在したって前提だね。さっきも話した通り、2代から8代にかけての天皇に比べ、崇神天皇の実績は多く記されているんだ。内政とか祭祀とかなんとか言ってたわよね。具体的にどんな実績が残ってるの？まずは祭祀について。即位5年、疫病が大流行して人口の半数が亡くなったんだ。そこで崇神天皇は三輪山の神、大物主の神などを祀って霊言を受けている。それで疫病が収まったなら、大きな功績よね。軍事では、北海道や東海道、山陽山陰に将軍を使わし、日本列島全体の平定に乗り出している。内政では、国交を調査して、初めて海域を貸したり船舶などを作って山陽の振興にも力を入れたんだぜ。かなり人のためになるお仕事をしたわけだね。神武天皇が大和周辺だけに権力を持っていたのに比べ、崇神天皇は日本全体を国とし、内政を行ったこと。つまりは、国家経営の開始って意味で初国知らすすめらみことという称号を得た。もしくは、偉業を成し遂げた神武天皇の再来って意味だったんじゃないかって説だな。そっか、神武天皇は日本国って概念を作って、崇神天皇はちゃんと国の体制を作ったわけか。国の意味がちょっと違うけど、二人とも初めて国を治めたって言えるわ。なんか今までの説と比べると、一番もっともな説に聞こえるわね。一方でこんな説もある。初国知らすすめらみことは一人の天皇だけにつけられた呼称ではないって説だ。誰もがみんな、初めて国を治めた天皇なの？毎年、初春の聖なる日に国を最初の状態にリセットされるんだ。
もちろん、現実にまっさらになるわけじゃなくて信仰上の話だな。それを可能とする偉大な異霊の持ち主である天皇を初国知らすスメラミコトと呼ぶって説だぜ。そっか、リセットされたら、初めて国を治めたって言えるもんね。ただ、ここまで紹介した説は、崇神天皇が実在しないと成り立たない説ばかりだ。え？ここまで話しといて、いないかもしれないの？最悪、神武天皇も崇神天皇もいないの？まあ、崇神天皇が実在した可能性は高いんだけどな。崇神天皇の宮式水垣の宮があったとされる式の地に3から4世紀に作られた古墳が点在していて、前方後円墳発祥地とされる巻木古墳群も存在していることから、この土地に巨大な勢力があった可能性は高い。それが初期の大和王権で、中心にいたのが崇神天皇だったって説はかなり有力だ。よかった、いないなら初国知らすスメラミコトが実在しないことになっちゃうじゃないの。ただ、崇神天皇以降も神様が登場する逸話があって神話の息を脱してないのは確かだな。崇神天皇は120歳って長生きして亡くなってるし。まあ、それでも神武天皇の127歳よりは、若くして亡くなってるわね。逆に神武天皇も化死8代も実在しているって説もあるぜ。神様の子孫で大物感があるけども、畿内に王国を作った、一地方の弱小国王に過ぎなかったかもしれない。でも、天皇の先祖だから、経歴に肉付けして、初代天皇としての神聖と権威が高められたんじゃないかってな。なるほどね、初代からすごいんだぞ感を出したんだね。さて、ここまでどうして同じ故障の天皇が二人いるのか彼らの実在性を含めて話してきたんだけど、初国知らすスメラミコトって読むから謎が生まれるだけで、そもそも読み方が違うって考え方もあるんだ。前提からして違うの？神武天皇が初国知らすスメラミコトの故障で記された日本書紀が編纂されたのは奈良時代だ。でも、初国知らすスメラミコトって読み方は鎌倉や奈良時代の読み方。だから日本書紀編纂時には別の読み方をしていた可能性があるんだぜ。ってことは、意味も変わってきちゃう？ああ、同じ意味であるなら、わざわざ漢字を変える意味がわからないからな。そこで、こういう考え方がある。天上の世界高間ヶ原と関連させて、名前の中にある天下を天の下の地上世界って意味に捉えるんだ。そして、故障を国の下じゃなく天の下と読むとどうだろう。初めて天の下知らすスメラミコトとすると天の下の世界を初めて治めた王朝の創始者と解釈できる。崇神天皇はさっきも話した通り、大和王権の支配が日本全国に広がったって解釈になるよな。そもそも、別の故障だから、謎なんてないってことか。そういうことだ。ただ、これもあくまで諸説あるうちの一つで今回紹介した説はどれも定説になっていない。だって実在したかどうかも、定かじゃないんでしょ。答えを出すのは困難よね。でもいずれ、新たな説や、新たな発見があって真実が判明するかもしれない。今後の研究に、期待しようぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。